もう夜の連続で昼寝してお願いしてですね、ようやくこの方に来ていただく形になりました。この方って言っていいのかな、この人、この人物でしょうかね。またちょっと改めてジョイさんにちょっと来ていただきましょうか。ジョイってジョイさんですね。はい、クラウンジョイ、シャモン。ありがとうございます。はい、じゃあこれからはじゃあお友達に質問で、じゃあクラウンお兄ちゃんに何か質問したい人はありますか。はい、何かありますか。はい、例えば今日は何のご飯、お昼ご飯何でしたかと。はい、ちなみにお昼は何でしたか。とんかつ。とんかつ。はい、クラウンのとんかつ食べるんですよね。はい、クラブとんかつあります。はい、じゃああとは好きな食べ物は。いちご。いちごです。ね、みんなと同じなんですね、いちご。はい、ちなみにユニオン、はい、まゆみさんどうですか、好きな食べ物。梨。何この今の限定みたいな、そういうね、通年で食べれないものあえて言うみたいなね。はい、先週のもの、あ、いないような梨おいしいですよね。はい、ということでございまして、もう見てみんな、ほらよく見れなかったでしょ、この金かかこれ。スカートだかズボンだかよくわかんないような、このネクタイもすごいですよ、これすごい。まあ金かかってるって言っちゃいけないよね、それね。もうこれ夢を与える方ですけど、すごいですよ。もうこの髪の毛も地毛ですから、これ、ね、そう、地毛ですし、顔の色も地毛ですから。はい、さっき鼻どんどん叩いて真っ赤にして大きくしましたから、はい、だから全部自分自前ですね。はい、ですのでですね、まあ今日の夢の中にお友達みんなね、今日は夢の中に入ってきますね、もうジョイさんのね。はい、じゃあジョイさんに最後一言、皆さんに、ね、本当は喋れないんですよ、本当はクラウンって喋れないんですよ、あんまり聞いたことないでしょ、ね、桜井いつも喋ったばっかりですけど、ジョイさんあんま喋れないんですよ。はい、ですけど今日はね、最後皆さんに、ね、もう本当これはもうね、あんまりだってジョイさんが喋ったとか聞いたことないですよね。ね、うん、うなぐいていいでしょ、うんうんって、ね、そうそうそう、ね、かわいいかわいい、ね、あら、髪、お、髪、お、閉ざしちゃって、お、閉ざして、うわ、じゃあちょっとコンコンってやってみようかな。はい。あ、はい、壁があるね、ちょっと開けてもらえませんか、壁。入ってます。あら、入ってる、しゃがんでないけど入ってる。あれ、どうしたの、もう一回じゃあノックしてみようか。開けてください。入ってます。ほら、入ってます。じゃあ開けてみましょう。ギー、あ、狭い。意外に狭いね、出ます。ということでございましてですね、ジョイさんにまたね、お会いすることあると思いますけどもね、街中でもね、正式でもうろうろしてますからね、この顔見かけたらすぐ100番、100番じゃないね、挨拶ね、してくださいね、握手ね、してください。この後もね、皆さんの真ん中回りますよね、大変ですよ、この後もうすごいの出てきますから、よろしくお願いします。ジョイさんでした。